先ほど申し上げましたけど、政府の、そして沖縄県の、知事の動向も注視しながら、取り組んではまいりたいんですが、これまでずっと、私は、辺野古を、容認せざる、施設は容認せざるを得ないと、これだけの厳しい現状をこのまま放っておいては、宜野湾市に対して申し訳ないという思いで取り組んできましたし、政府の方に、そして県の方にも一日も早い閉鎖返還、それまでの間の返還までの間の危険性の除去、それは本当に目に見える形で取り組んでいただきたい、さらにあらゆる方策を取り組んでいただきたいということも申し上げてまいりました。これが今回この判決によって大きく動くのではない